核ミサイルっていうものを考えたときに、難しいのは実は核爆弾を作る技術ではなくて、ロケットを作る技術なんですよ。難易度で言うと、核って核不拡散防止条約みたいなのみんなで結んでるじゃないですか。で、あれなんで結んでるかっていうと、核爆弾を作るのは簡単だからです。だから原料さえあれば、簡単にプルトニウム型の核爆弾って作れちゃうんですね。問題はそれをデリバリーする手段で、それはロケットじゃないですか。ロケットはじゃあどうだったんだって話になると、ロケットはそんな条約誰も結んでないわけですよ。なんで結んでないかっていうと、難しいからなんです、作るのが。今何カ国ぐらいできます？だからヨーロッパと日本とアメリカと中国、インド、はい、ロシア、トップ、あ、ロシア、そうだ、あとイスラエルですね、韓国と北朝鮮です。北ね、そう。だから東南アジアとかもう逆立ちしても作れませんか。